Hello YouTube, my name is Jer, PC Drink Gaming, and welcome to episode 9 of our Nekopark Catboys Paradise Let's Play. So today is probably gonna be our last episode, because today we are finishing Dale's route, and Dale's our last catboy, so I'm very sad that it's ending, but let's get into it. Good morning. Oh, we're doing the makeup? Oh, come on, I'm sure the main character knew that, right? Right? Foundation は太くて、チークはちょっと細め。アイラインはもっと細くて短めって具合にね。君は一つしか持ってなくて、使い分けしてないんだ。Really? そうだね。使い分けした方が仕上がりに差が出るし、できればいろんな種類のメイクブラシを持ってるといいかも。Dale, do you even know? I guess he knows, but that shit's expensive. どんなのを買えばいいかわからないなら、僕がアドバイスするよ。ちょっと古くなってきたのがあって、買い直したかったし。決まり。じゃあメイクするよ。Oh, look at that! Now he's doing her makeup! Somehow by touching her hair as well! くすぐったいかもしれないけど、メイクブラシで目元をトントン、頬をくるくる。I'm pretty sure that's not how you do somebody's makeup, but sure. アイシャドウはこの色で、口紅も同系統にしよう。あ、くすぐったい？僕が楽しそう？うん。君にメイクするの楽しいよ。君は元から可愛いけど、僕の手でもっと可愛くできちゃうんだもん。Oh, Dale! 動くとメイクがずれちゃう。うん、動揺させること言っちゃった僕も悪いし。でも、君は本当に可愛いんだけどな。なななな。そんなに力強く否定しなくても。はーい、もう言いません。じゃあ続きするね。完成。How's it look? Shiny? Shiny? すっごく驚いてる。うん。大人っぽくなったよね。アイシャドウをピンクグレーにして、リップはピンクベージュにしたんだ。大人っぽいけど、ピンクベースにしてるから、可愛さもしっかりあるでしょ。I mean, I can see, but sure. え？なんでしょんぼりするの？心配しなくても、今着てる服でもメイクに合ってるよ。でも、そのメイクに合う服を着たら、もっと素敵になるんじゃないかな。So you're gonna pick up my clothes as well? そういうわけで、服を買いに行こう。Oh, we're gonna go shopping, alright. もう、これから出かけるのか? Apparently. うん、彼女とデート。Oh, now it's a date? そうか、楽しんでこい。デートじゃなくて服を買いに行くだけ隠さなくていい。Sage really doesn't get jealous easily, huh? 最近、お前とディルは仲がいいからな。特別な関係になってても不思議じゃないぞ。本当に違う？だが、ディルはお前とデートだって。Dale's insane! Don't listen to him! ちょっとした冗談というか、彼女の言ってることが本当で、服を…服か…これから行くお店はメンズ服も扱ってるから、セイジさんも一緒にどう？ Nah, Sage wants to keep wearing his Japanese clothes. そうだな。和服は取り扱ってるか？ああ、使ってないな。そもそも和服って売ってるお店をあんまり見かけないし。He's probably gonna pass. セイジさんって大体和服だけど、買うときに困らない？行きつけの店があるし、あんまり困ってないな。Yeah, we learned about that on his route, right? 別にかっこよくはないぞ。でも彼女がそう言っちゃう気持ちわかるな。行きつけってかっこいいイメージがあるもん。セイジさん、和服を買いに行くときは声かけてね。お、和服に興味あるんか。和服というより和装メイクに興味あって。だからその時は君も一緒に来てくれると嬉しいな。 Yeah, we can all go. ほら、メイクするにはモデルがいないとだから、君にモデルになってもらい
そんなこと言わないで。君、やった！和装メイクしたら今とまた雰囲気が違った美人さんになるよ。会社メイクアップ、alright? 雰囲気が違うといえば、今日のお前もいつもと違うな。はあ、ディルにメイクしてもらったのか。よく似合ってるぞ。And you're very close again! セージさん、抱きしめたらメイク崩れちゃうから。おっと、すまんすまん。気をつけて行ってこい。うまい晩ご飯を作って待ってるぞ。Ah, thank you! うん、行ってきます。あ、この服。学校近くのショップは全滅で、通販も完売。再入荷の目処も立ってないレア商品だよ。Let me guess, you're gonna buy it. まさか、まだ残ってるなんて。サイズは問題ないし、買わないのは損だよね。レジは、ごめんね。君の服を買いに来たのに、自分のを見ちゃって。Oh, don't worry about it. You can get something for yourself too, right? 気にせず好きなだけ見て。君ってやっぱり優しい。いらっしゃいませ。何かお探しですか？あ、とりあえずこれと。このコーデを一式探してもらえますか？かしこまりました。こちらの切り抜きはお預かりしても？はい、少々お待ちください。さっきのあれ？君に似合うコーデがあるって前に言ったでしょ？おお、ページを切り抜いてきたんだ。I see. Alright. うん、うん、いつものついでだったから全然面倒じゃなかったよ。That's kind of smart actually. 僕、気になる記事を見つけたら切り抜いてファイルする癖があって。あ、That's so cute. ちなみにさっきの服は、うん、この男性が着てるの、かっこいいよね。僕が着てもかっこいい？ありがとう。お待たせしました。こちらでよろしいですか？あ、はい。間違いありません。試着室にご案内しますね。試着を終えられましたら。この近くにいるから、終わったら声かけてね。Alright. はいはい。どんな感じになったか見せて。Does it look good? どうしたの？したけど似合ってないかもって。I can't tell. 待って待って、着替えないで。I honestly can't tell. I wish I could see. せっかく試着したんだし、その服を着た君が見たいな。うん。絶対に笑わないから。ね。なんで閉めたの？やっぱり似合ってないからすぐ着替えるって。似合わなくて絶句したんじゃなくて、逆にすごく似合ってたから言葉が出なかったんだ。 Please let me see. 嘘じゃないよ、本当に似合ってて。 Head over heels? Really? 大丈夫？今ぶつかったような音が聞こえたけど。 Did we just faint? そっか、動揺して思わず頭をぶつけちゃったんだ。もう一度見せてくれる？うん、やっぱりよく似合ってる。What kind of outfit is it? きっと店員さんもそう言うと思うよ。あ、すいません。とてもよくお似合いですね。メイクと合っていて、雑誌のモデルみたいです。ですよね。お世辞じゃないから。その服着てったら、それで着てた服を包んでもらおうよ。ね。Alright. それじゃあこの服包んでください。Do we really look that good? かしこまりました。素敵な彼氏さんですね。Uh-oh. あ、僕が君の彼氏だって。うん、全然迷惑じゃないよ。むしろ光栄だし、嬉しい。Finally, he got us honest with his feelings.また閉められちゃった。君は迷惑だったってことかな。 No, of course you're not. 迷惑じゃないの？恥ずかしくて僕の顔が見られないだけ。 Dang it, our main character is so annoying. She gets embarrassed way too easily. 僕って異性の友達が多いんだ。おしゃれやメイクが好きだから、女の子と話があって。うん、女の子の服を見に行ったこともあるよ。その時、さっきみたいに素敵な彼氏さんですねって言われたことがあって、彼氏じゃないんです、友達ですってすぐ否定したんだ。でも、さっきは否定したくないって、ちょっと思っちゃった。
Oh, that's because you're into us. うまく言えないんだけど、君は他のことは違うんだと思う。君の彼氏だって思われて、嬉しくなっちゃうくらいには特別な存在。変なこと言っちゃったね。もう包み終わってると思うし、会見してくるよ。あれ？ Are we being followed? あそこにフェンネルさんが。What's he doing? やっぱりフェンネルさんだよね。声かけてみよう。おーい、フェンネルさん。おや、こんなところで奇遇ですね。あなたたちも買い物ですか？ Oh, and you're shopping, all right. Are you looking for those, Haniwa? Is that right? Haniwa, right? フェンネルさんは何か買ったの？はい。とても素晴らしいものを買いました。やはりフリーマーケットに来て正解でしたね。フリーマーケット？知らなかったのですか？ Oh, so he went to the flea market as well in this route, all right? うん。そっか。それで人が多いんだね。いらっしゃいませ。こちらの本とこれもお願いします。Oh, he's buying some books, all right? ありがとうございます。合わせて300円になります。フェンネルさん、どんな本を買ったの？歴史小説ですよ。へえ、フェンネルさんってそういうのも読むんだ。意外ですか？実用書や難しい専門書を読んでるからちょっと意外だったかも。私の好きな時代ですか？古墳時代ですね。I honestly don't know anything about that. 古墳？はい。調べれば調べるほど面白いですよ。そうなんだ。君、その本をじっと見てるけど気になるの？実家にある漫画本？へえ、こういうのを読んでるんだ。Oh, manga are great. They're fun. ちょうど一巻があるし、買って読んでみようかな。すみません、これください。ありがとうございます。150円になります。ん？ What is it? すみません。ジロジロとぶしつけに見るのは失礼でしたね。Oh, staring at us. メイク、それに服装も普段と違って大人っぽいと思いまして。So...Normally, I look like a child. Is that what you're saying? 普段が子供っぽいという意味ではありません。私はどちらのあなたも好きですよ。Fennel reads my mind. Stop, stop! フェンネルさん、彼女を口説くの禁止。口説く？何を言っているのですか？自覚なし？ No, I don't think he does. でもそうだ。フェンネルさんは天然で口説く猫だった。Aren't you all? 僕たち、これから行くところあるから。フェンネルさん、またね。Oh, and we're off! He's kidnapping us! Aw, look at how cute he looks! 行こう。ここまで来れば。フェンネルさんに嘘ついちゃった。でも、フェンネルさんと君が仲良くしてるのを見たらもやもやしちゃって。Out of all of them, I think Dill is definitely the most jealous one. なんか君の飼い猫になったら僕が一番やきもち焼いちゃうかも。I don't know about that. I think Laurier takes the cake. 君。He's the possessive one, you're the jealous one. その時はこうして頭を撫でてくれるんだ。君ならみんなを飼い猫にしても僕を一番にしてくれそう。I don't know about that. ねえ、手を握ってくれる？ Sure. ありがとう。突然すみません。お時間よろしいですか？ What do you want? 大丈夫？はい、構いません。私、こういうものです。あ、この雑誌よく読んでます。ありがとうございます。実は街で見かけた素敵なカップルという内容で特集を考えていまして。 Hottest urban couples させてもらえませんか？ Oh my god, hottest urban couples, alright. By the way, I like that Dill asked us for permission. Like, he asked us if it was okay to do this. I would hate it if he just went like, yeah, sure, we have time. I mean, in real life, I hate this kind of stuff. 失礼しました。とても仲睦まじい様子なのでカップルだとばかり。We can pretend.
インタビュー受けてみない？こんな機会もうないと思うし、初デート記念だと思って。ダメ？ Sure, of course. I think Dill really wants to be in the magazine. We should do it for him at least. やった。彼女が否定したのはインタビューされるのが恥ずかしかったから。ああ、そうでしたか。できればインタビューの記事と合わせて写真も掲載したいのですが。問題ないよ。ね。彼女も大丈夫だって。では、二人の出会いを教えてもらえますか。僕が彼女の経営する喫茶店に研修生として行ったのが出会いだよ。まだお若く見えるのに経営者とはすごいですね。Oh, actually, my other cat boy is running the cafe right now. おじいさんの代から続いてる喫茶店？いえいえ、それでも十分すごいですよ。では、最初はオーナーと店員という関係だったわけですね。うん。今もその関係は変わってないよ。彼女は大学を卒業してすぐおじいさんの喫茶店を継ぐことになって、少しでも彼女の負担を減らせるようにって僕も仲間たちと一緒に頑張ってるよ。素晴らしいですね。差し支えなければ店名をお聞きしてよろしいですか？ Ooh, yes! Our cafe is gonna be in the magazine! 記事に書くつもりはありませんよ。 Ah, damn it! That would have been so great publicity!オーナーと店員が恋人同士だと周知されるのは差し支えがあると。わかりました。必ず書かないとお約束します。喫茶金腕ですか。今度お伺いしますね。Oh, all right. 次の質問いいですか。お互いの好きなところを教えてください。たくさんあるけど一番は優しいところかな。あなたも同じで、親身になってくれるところも好きなんですね。Yeah. メイクのアドバイス、服のコーディネートをしてくれるなんて素敵な彼氏ですね。あ、どうしました？ No, we're just easily embarrassed. Always, all the time. さっきも同じこと言われたからびっくりしちゃったみたい。なるほど。お恥ずかしながら私は彼女に対してアドバイスやコーディネートもできませんから、同じ男として尊敬してしまいます。I think there are not a lot of boyfriends who give their girlfriends fashion advice. へえ、彼女がいるんだ。どんな人なの？料理上手で笑顔が素敵な人です。ただののろけですね。いいんじゃない？僕、恋バナ聞くのも好きだよ。どこで出会ったの？告白はお兄さんから？それは。This interview is kind of getting turned around right here. はーい、ごめんなさい。もう困らせないから許して。最後の質問です。逆にお互いの嫌いなところ、または直してほしいところを教えてください。嫌いなところはないし、直してほしいところもないな。君は？ No, you're fine just the way you are. お互いになしと。ラブラブカップルで羨ましいです。そういうお兄さんだって彼女とラブラブなんでしょ？いや幸せそう。彼女さんとお幸せに。That's cute. Now he's embarrassed. 質問は以上です。ご協力ありがとうございました。最後に写真を撮るので、寄り添った写真を一枚いいです。はーい。ほら、もっとこっちこっち。じゃあ撮りますよ。ありがとうございました。来月28日発売の雑誌に掲載するので、よかったらチェックしてください。Oh, that's so fun. スマホでも撮ってもらっていい？いいですよ。ありがとう。いえいえ。それでは失礼します。大丈夫？ぐったりしてるし、喫茶店で休憩する？あそこにしよっか。Are we okay? たまたま目について入ったけど、雰囲気良さそうでよかったね。Hey, this is the competition, right? 疲れた時は糖分補給って言うし、甘いのにする？すみません。We went there in Sage's Root as well. あんみつ2つで。かしこまりました。少々お待ちください。僕はあんまり疲れてないかな。でも甘いの食べたい気分だったからあんみつにしちゃった。え？緊張しないでインタビューに受け答えしてすごかった？ああいうのに慣れてるだけだよ。街を歩いてるとよく声をかけられるんだよね。Oh, what?
モデルにならないかってスカウトされたこともあるよ。 Then why are you not a model? That would be perfect for you. うん、断ったからモデルをしたことはないんだ。 Why? どうだろう、おしゃれだからスカウトされたっていうより猫種が珍しいからだと思うよ。 A rare breed? あ、僕は三毛猫なんだ。 You said a rare breed? I don't know anything about cat breeds. Like nothing at all?三毛猫のオスってかなり珍しいみたいだね。Oh, is that so? 猫は愛される生き物で、しかも三毛猫のオスならみんなからチヤホヤされる。モデルとして絶対に耐性するって熱心にスカウトしてくれた人もいたんだけど、珍しいからってチヤホヤされてもあんまり嬉しくないし、三毛猫の僕じゃなくて僕自身を好きになってくれる方が嬉しいから、君なら僕のこと猫種とか関係なく愛してくれそうだなって思うんだけど。Oh yeah, if the character is anything like me, she doesn't know anything about cat breeds. 僕の優しいところや明るい性格が好き。三毛猫じゃなかったとしても性格が好きだからどんな猫種でも好きになってた。僕も君が大好き。Oh God. ねえ、覚えてる？僕たちは猫だから。自分を心から愛してくれる飼い主や雇い主に出会うことを心待ちにしてるって話。I remember. あの時は君がそうなってくれると嬉しいなって期待しつつ、ダメだったら仕方ないなって気持ちでもいたんだ。でも今は絶対僕の飼い主になってもらいたい。Oh, we will be. それでいつかもっと特別な。お待たせしました。Cat companion stuff. わ、黒蜜がたっぷりかかってる。うん、美味しいものを食べると笑顔になっちゃうね。それに疲れも吹き飛ぶ。よかった。さっき言おうとしたのは、君の飼い猫になれたら言うよ。All right。あ、今すぐしてくれってことじゃないから。君が僕たちを飼いたいって思ってくれてるのは知ってるよ。そのために喫茶店経営を軌道に乗せたいって前に話してくれたからね。ううん、待たせてごめんなんて言わないで。そもそもその予定がなかった僕たちを買おうとしてくれるだけでありがたい。君みたいな優しい人と出会えて、そんな優しい君だからおじいさんのお店を続けたい。君が大好きな場所を僕も守りたい。ああ、てよ。力にならせて。Such a sweetheart. 君の支えになりたいんだ。うん、お礼なんて。僕も金運庵が大好きだから、一緒におじいさんの店を盛り上げようね。We will. Oh, that's it? Really? Damn. I feel like Dale's really was the shortest, wasn't it? I feel like they became shorter every route. And that seems to be it. Yeah.So now we've done all four of them, and it seems like nothing has really changed, really.Let's take a look at the gallery. Yep, alright, we've got them all here. Damn, I'm sad it's over. Like I said, I feel like they got shorter every time. And I feel like there was definitely a certain path you had to take to get the full picture. I feel like we definitely took the right routes at the right times.I feel like my favorite definitely has to be Sage. It started off with Laurier being my favorite, but I felt like his personality is kind of like the same the whole time. It kind of got boring, like the lazy, sleepy type. That's fine. I got kind of weirded out by the kitten thing. It's not really for me. I liked Fennel way more than I thought I would. Sage is kind of what I expected, and I really, really love him.And I found Deal to be really fun as well. Such a cutie. But this seems to be it. I hope there's gonna be more. I hope there's gonna be like next game. Or maybe even some DLC to continue the story. But for now, thank you guys so much for watching. Please like, comment, subscribe, all that stuff. And I'll see you in whatever I make next. Bye bye.